はい、NHK をバックワーズということで、今日は立て続けに撮りますが、令和4年2022年10月17日19時05分です、まあ、ちょっといろんな話題をやっていきたいと思ってるんですが、日本アムウェイがですね、業務停止処分を受けております、まあ、先週の話なんですが、まあ、実はこの日本アムウェイと僕は参政党っていうね、ワクチン反対とか小麦粉食べるなって言ってる国政政党なんですけども、これね、非常に強い結びつきがあるというふうに僕は思ってます。これは僕は思ってますっていうことで、どういうことかっていうとですね、まあ、今回日本アムウェイが受けた処分というのが特定商取引法違反というですね、これ比較的新しい法律なんですが、まあ、いわゆる消費者契約法とかとちょっと近くてですね、特定商取引法っていうのはいわゆる訪問販売法とも言われるんですけども、正確には特定商取引法なんですね。で、訪問販売だけじゃなくて、もちろんいろんな形で勧誘することにいろんな制限を設けてるんです。で、特徴はこれは刑事罰があることなんですね。つまりやると逮捕される、知らなくても逮捕されます。で、例えばどんなことで逮捕されるかっていうと、私は日本アムウェイの商品を売るためにあなたとお話がしたいんです、このように言って、商品の、まあ、勧誘をしないと、それだけで逮捕されちゃうんです。結構、軽い罪なんです。軽いようなんですが罪重いんですよね。要はね、どうしても例えば SNS で女性が男性を勧誘してるとかっていうのがあるそうです。私はこういうのが趣味でとかって、出会い系サイトで出会ってですね、今度一緒に食事しませんかとか、今度テニス一緒にやりませんかみたいな形でですね、テニスをしているふりをしてテニスに呼び出してですね、でテニスが終わった後、こういうの商品売ってますよみたいな、こういう商品買いませんかとか、会員になりませんかっていうのは基本的にはアウトです、逮捕です。で、現に、まあ、去年半年ぐらい前から京都府の職員なんかも逮捕されていてですね、まあ、今回の、まあ、日本アムウェイに対しての消費者庁の、まあ、半年約6ヶ月の業務停止っていうのは、僕はもう日本アムウェイは潰れるんじゃないかなっていうぐらい、すごい対応に出たなと思っています。で、まあ、これまで日本アムウェイっていうのは僕が20歳の時ですから、もう35年前か。これもともとアメリカの会社なんですけどね、もちろんアメリカにも会社があって、アメリカが本社ですよね。アメリカウェイ、アムウェイだったと思うんですけども、要は広告宣伝費を抱えずに、まあ、かけずにね、広告とか営業せずに、安くいい商品を提供するということで、このアムウェイのやってること自体は僕は全然悪くない、むしろ素晴らしい、ね、売り方をしているというふうに思っています。だが、やはりその、まあ、NHK とある意味ちょっと一緒でね、まあ、NHK の場合特にビルの真横にありますから、アムウェイの本社がね、ちなみに宇田川町にアムウェイがあって、その隣の陣内に NHK があります。もう道路挟んで、片側2車線の道路挟んで、駅側と、まあ、反対側とか渋谷側と神宮前側って感じなんですけど、まあ、NHK とアムウェイっていう意味では、そういう意味ではちょっと強引なやり取り、まあ、訪問販売とか強引な契約っていう意味ではちょっと非常に似てるとは思うんですけども、まあ、もともと NHK も真っ当だし、アムウェイも真っ当だったと思うんですが、やはりちょっと最近やりすぎたとか、まあ、その法律がアムウェイができた後にできていますので、消費者契約法とか特定商取引法っていうのはですね、まあ、このそもそもの法律の目的が、いわゆる消費者というのは知識が乏しいから、業者さんから、いわゆる事業者から正しい説明をされずに商品を買ったとしても、その契約を取り消しにできるとか無効にできるとか、いわゆるクーリングオフなんかもそういう一つなんですけども、かなりですね、細かく消費者を守るための法律が、まあ、20年ぐらい前かなにできているんですよね。で、ついにちょっと、まあ、消費者庁が重い腰を上げたということだと思うんですね。それはやはりこの SNS なんかでですね、
悪質な勧誘が増えてきてですね、相当被害の件数が来たというようなところもあろうかと思います。で、参政党との深いつながりがあるんじゃないかと疑っているのは、やっぱり参政党の集会にはちょっと異常なぐらい僕人が集まっていると思っていて、で、まあね、NHK 党の方が得票数少なかったです。 NHK 党は125万票で、参政党は177万票です。ただNHK 党の集会、選挙の集会に集まる人が、まあ、同じ東京の我々は例えば秋葉原でありました、どんなに集まっててもあれ1000人ぐらいですね。一方で参政党は何かどっか芝公園かなんかで1万数千人集めたというですね、10倍以上の規模の人が集まるのが参政党と。ただ一方で得票は、2倍もいかないですね。120万票と170万票ですから、まあ、1.5 倍ぐらい参政党の方が多いと。でやっぱりどう見てもちょっとあの人の集まりって気持ちが悪いんですよね。でなぜそんなことになってるかというと、まあいろいろと中でネットワークビジネスが行われていると言われています。ネットワークビジネス、これはもちろん参政党もそうなんですけど、日本アムウェイもそうなんですけども、要は、まあ、いろんなネットワーク、それは昔の同級生とかもネットワークですし、インターネットで知り合ったやつもネットワークなんですけど、このネットワークを使うときにビジネスをするときには必ず自分の会社ですね、どこの会社の商品を売るのかということと、どういう商品を売るのかっていうことを説明した上で相手の同意があったら進めるんですよっていうことが書かれてるんです。で、法律はこれ読むと本当ガチガチです。もうどういう感じでやらなきゃいけないかっていうのはもうこういうことです。私は日本アムウェイの代理店をしている立花隆と言います。今から私の方で、洗浄機や美顔器、洗剤などをあなたに、勧誘販売の営業行為をしたいと思いますけども、それをしていいですかって言ってから始めなきゃいけない。だから そういうことを隠しちゃいけないんですね。日本アムウェイっていうのを隠してもいけないし、立花隆っていうのを隠しちゃいけない。でこれはね、アムウェイの場合は何か個人個人が個人事業主のような形の契約になっているんですけど、それはもちろん個人事業主であっても事業者なので、消費者とは知識とかが違うから、こう事業者の方はちゃんと説明してこう威圧しちゃいけないんですよね。消費者の方だから騙したり威圧しちゃいけないです。だから相手の承諾がなければ、そういう自宅に誘ったりとか喫茶店に誘ったりすることもダメなんです。でそういうちょっとある意味ややこしい法律があるので、この参政党のような駅前でね演説とかしてると人が集まってきやすいんですよ。で言ってることは、小麦を食べたらがんになるとかね、コロナは波動で治るんだとかね、ワクチン注射のことをお注射とか、ワクチンのことをお注射とかつって隠語を使ってるんですけど、いやそんなに YouTube のバンが怖いんだったら YouTube やめたらいいじゃん。なんでそんな YouTube にこだわるのと思うんですが、ワクチンのことをお注射とか言ってですね、バンを避けるようなことをやってるんですけども、そういう人たちって何かこうね、小麦粉なんか食べるとがんになるっていうような人たちが集まっているので、健康食品とかめっちゃ売れるわけですよね。この浄水器を使えば不純物が 99.9% カットされるとかというもの、そういうものを売ってるわけですから、ネットワークビジネスと参政党ってすごいマッチするわけですよ。で出会いがあるから、そういう参政党の場所に行ってですね、あ今日の神谷さんの演説良かったですねとかって言いながら、この後食事でも行きましょうかで、女性が男性を誘ったりしてですね、食事に行ってアムウェイを勧誘したり、その他のネットワークビジネスをしているという説がめちゃくちゃ濃厚です。別にそれをしていることが悪いとは言いませんが、ちゃんと参政党の街頭演説を聞いた後にちゃんと名乗ってたらいいんですよ。あ実は参政党の演説も聞きに来たけども、私は日本アムウェイのものでこれこれこういうことを、こういうものを商品として売ってますけど買ってくれませんかとか会員になりませんかって言わなきゃいけないですね。で今回ね、これ本当に三十数年、まあ、こういうのを泳がしていて、消費者庁が腰を上げて、まあ、6ヶ月というですね営業停止処分です。まあ、アムウェイ自体は僕は
そんなに悪い会社だとは思ってません、日本アムウェイ自体はね。ただやっぱり警察が、まあ、今回これ消費者庁というのは警察と一緒ですから、一緒っていうのはこれ僕、まあ、消費者庁が告発をすればですね、日本アムウェイ捕まっちゃうんですよね。まあ、日本アムウェイという企業がどれぐらいの形で捕まるか逮捕されるかっていうのはちょっと置いといても、そのこういうね、いわゆる日本アムウェイの立花隆ですみたいな社名も名前も言わずに営業行為をしたら、営業することを目的にね、勧誘することを目的にやらなければ、これみんな逮捕されるので、まあ、そういう意味では、みんな逮捕されるんですよ、これ。注意じゃないんですよ。で、今回6ヶ月も業務停止を食らうっていうのは、まあ、相当やばいんじゃないかなと思います。ただ、店頭での商品は販売できる、販売してるんですよ、ちなみにね。ただ日本で何店舗あるのかな、わからないですけど、まあ、店頭の方がしかも高いんですよ。会員になった方が安く買えるので、実質6ヶ月アムウェイ仕事できないんですよね。これ普通の会社って6ヶ月も仕事できないから潰れるんじゃないかなと思うんですが、もちろんね、今までやってきたことを、そのじゃあ分かりました、これで、ちゃんとしますって、まあ、改善防止策も出すってことになってるんですが、できますかね。そんな30年間ぐらいですね、でたらめな営業を、まあ、放置してきたわけですよ。一応日本アムウェイはこう言ってる、でも誰も捕まってないから、まあ、去年これに捕まったけど大して大きなニュースにもなってないから、だからこれまでは OK だったけども、これからは捕まるっていう状態なんですよね。で、まあ、来年の春とか4月までね、10月の14日から4月の13日までっていうようなことなんですけど、まあ、4月になってまあ、新入社員とか、まあ、特に新入生ですよね、大学生とか、そういう人に勧誘すると、もう一発アウトなので、かなりもう僕はアムウェイは潰れるんじゃないかなと。そう、指導できるんですかねと思いますけどね。で、まあ、普通に考えれば、鍋とか洗剤売りたいんだったら、店頭に並ばしたらいいと思うんで、これ、独自のルートでやってきたんですよ。それはアメリカのこのアムウェイっていうね、アメリカのウェイ、いわゆる手法を使って独自でやってきたことは良かったんでしょうけど、そういういい商品を営業コストや広報をかけずに売る、つまりテレビで宣伝したりとかね、営業の人がいるとか、そこにお金がかかるわけですよ。だったら商品を買った人がいい商品だから買わない、友達や家族に紹介する、この程度に留めておけば良かったんですが、まあ、そこに多額のマージンが入ってくるんですね。利益が入ってくるから、一人一人の顧客がそのまま営業マンになるっていうやり方を取ったわけですよ。で、それは昔は確かに良かったんでしょう。まだまだご近所使いとか色々とあったでしょうけど、今お隣の人誰が住んでるかほとんど知らないでしょう、都会の人は特にね。で、そういう中でこう SNS なんかが出来上がってきて、女性がね、まあ、男性と会いませんかっていうようなことで知り合って勧誘するって、これはもう思いっきりアウトですから。で、もう今からやめたらいいんじゃないかと思ってる人いるかもしれませんが、これも、これまでやってきた人が捕まらないって保証どこにもないですからね。ちょっとむしろ自首した方がいいかもわからない案件です。まあ、自首しろとまで言うとちょっと殺到するかもわからないんですが、もう明らかにネットワークビジネス、これアムウェイ以外でもネットワークビジネスです。つまりどっかの会社の商品やあとサービスですよね、それを販売しようとするときに会社名や目的を告げずに営業行為をしたら、それ自身が全部逮捕案件、いわゆる、まあ、刑事罰があるっていうことになるので、これどうなんだろう、止まるのかな。まあ、今僕ははっきり言えるのは、日本アムウェイだけじゃなくて、これ日本アムウェイだけじゃないですからね、ネットワークビジネスに対して消費者庁が動いたんですよ。僕はね、参政党の今回国政政党になったこととのつながりは決して、ないとは言えないと思います。これ参政党があのような勢いで国政政党になったのはちょっとね、僕ね、やっぱりはぁと思うんですよ。これ本当怪しいな。で、現にお金をもらうことに対してすごく長けてるでしょ。参政党自体が僕ネットワークビジネスみたいなもんだと思っているので、もちろん参政党もなんか意識改革とかやってシャンプーとか売ってるわけですよね。だから相当怪しいものがですね、政党にまでなったから、これはさすがに
このまま法律を得る特定商取引法や消費者契約法というのを作って、それに従わないというところで、まあ、今回消費者庁が重い腰を上げたと、まあ、それは日本アムウェイを潰すだけじゃなくて僕参政党にもそのような圧力がかかるのではないか、まあ、また参政党も圧力かかればかかるほど俺たちをまたいじめてるとかってまたケースが強くなるかもしれませんが、本当に小麦食べるなってこの間も昨日一昨日も僕と直接電話かかってきたんですよ。でね、僕こう答えました。人間がご飯を食べるっていうのは他の動物や植物の命を奪ってるんです。人間のご飯いただきますって言ってご飯食べてます。それは魚の命を絶ったりね、鳥や豚や、牛ね、牛とかの命を絶ってその命をいただいてるんですよね。もちろん野菜もそうですよ。植物の命を絶って我々はそれを食べてるわけですね。その状況でですね、安全とかヘチマとかって言ってるようなレベルじゃないんですよ。食の安全とかって言いますけど、他の動植物を食い荒らすとんでもない、他の動物や植物からしたらとんでもない生き物、それが人間なんですよ。で、その、まあ、人間が他の動物の命をいただいている行為に対して、もちろんですね、小麦を食べたら病気になる人いるでしょう。アレルギーが出たりとか腸に詰まったり、それはいると思いますよ。たくさんの人間がいるわけですから、いろんな病気難病持ってる人がいますから、食べ物と自分の体が合わないなんて山ほどあるわけですよね。でもそういうのは確率と統計で全体を見なきゃいけないわけです。小麦を食べて日本人の寿命伸びたんじゃないんですか。77年前、戦後70年前くらいね、小麦があることによってパンを食べたりお好み焼きやたこ焼きを食べることによって、もちろんそれで命が短くなった人もいるでしょう。体調が悪くなった人もいるでしょう。でもそれよりも小麦を食べたことによって長生きしたとか健康がね長続きした人の方が僕多いと思うし、少なくとも僕も小麦様様ですよ。子供の頃からパン大好きだし、お好み焼きもたこ焼きも大好きです。大阪人から言えばいわゆる粉もんですよね。小麦を食べなければそれ生きて、なんていうのかな、いや要は僕はとにかく小麦を食べたら死ぬって言われても僕は食べ続けますよ。それはだって食べないと死んでまうから。でその平均寿命も伸びてるでしょ。おそらく小麦粉食べたらがんになるとかって平気でそんなこと言ってるんですよ。コロナはカメハメハなんか波動で治るとか言ってるのがこの参政党です。やってることは僕ね、統一教会と本当変わらないと思います。真っ当な政策公約出してないから。でお金をお布施みたいな形でもらってるんですね。でこの参政党に集まってくる人が日本アムウェイの、まあ、販売員っていうかそのネットワークビジネスの人たちが集まってきてるっていうことなので、だから僕は参政とか嫌いだと。こんななんか人を騙しお金集めるようなことをですね、政治の世界でもやらないでほしいっていうのがあるので、だからアルカリ党というのを作って、別にまあ参政党の公約が全然悪いとまだ言いません。彼らの中にもいいものはいっぱいあります。だから参政党に対してアルカリ党というのを作ってですね、参政党の悪いところですね、ちょっとまあ中和しようというふうに思ってるということです。で本当にもうアムウェイの話戻りますが、これ消費者庁はもう本気です。おそらくこれまでのようなね、活動ってできないと思いますよ。まあ安易にね、なんかちょっと儲かるからって言ってネットワークビジネスを始めると大変なことになるということだけはよくご理解ください。ちなみに私は二十歳の時にね、僕はもうだからまさに二十歳になった当時はまだね、成人二十歳ですから、ネットワークビジネスめっちゃやりました。まあ正確に言うと僕はネットワークビジネスの勧誘を受けましたが、一個も営業活動しませんでした。僕は何度もこれ僕のチャンネルで言ってますが、 REL リッチ&エンジョイライフというですね、音声テープをですね、当時34万8千円だったかな、30何万円かで買いました。でもこれは誰にも売ってません。これ売るとですね、最初はディストリビューターから始まって、エージェント、スーパーバイザー、支部長っていうね、アムウェイと同じような、まあ、無限連鎖じゃなくて3連までのね、自分の子供が買ったらいくら、子供の子供、いわゆる孫が買ったらいくらっていうね、あと月間のポイントとかって、こう RL もやってました。マルチ、まさにマルチやってました。
でも僕はこのプログラムがいいと思って買ったわけで、誰にもこのプログラム教えなかったです。教えなかったです。売らなかったです。やっぱりその時から僕はネットワークビジネスってなんか違うなと。もちろんね、聞かれたら教えますよ。なんで立場そんな前向きに考えて生きていけるのとか聞かれたら、イエスとアルエル聞いてるのよってこうやりますけど、僕の方からこんないい商品多くの人に教えたらもったいないと思ってたんですよ。中村天風先生の本なんかも言う人いますね。中村天風先生の本っていうのは大谷翔平君がメジャーリーガーのね、読んでて、できるだけ多くの人に知られたくない。だからいいものってあんまり僕ネットワークビジネス売らないと思うんですけど、まあアムウェイの商品は僕はそんなに悪いと思いませんよ。ちょっと値段の妥当性は分かりませんけども、商品は決して悪いと思わないですし、日本アムウェイが本当に、アムウェイがやろうとしたことについてもそこまで悪いとは思ってないんですが、やっぱりそれは悪用する人が出てくると、NHK もそうですよね。 NHK の本来の役割である受信料制度の意味であるね、民間企業が悪いことをした時に受信料で民間企業の社長とかも報道すると、まさに三木谷さんが悪いことしてるから三木谷さんの悪くね取材を民放できませんよね、週刊文春できませんよね。民放や週刊文春は三木谷さんからたくさんスポンサー料もらってるから、だから三木谷さんのような人の不正暴くにはみんなから集めた受信料である NHK が取材に行かなきゃいけない。でもそんなことをもう本来の NHK の役割、本来の日本アムウェイのそういう考え方をですね、ちゃんと理解しない人たちにまで勧誘行為をさせているということで、日本アムウェイの勧誘員、営業マンも NHK の、集金にも同じような形でですね、NHK の方は罪になる前に来年の9月で訪問販売、訪問行動禁止、やめると言っております。アムウェイもこれ実質6ヶ月の、勧誘停止ということで、来年の4月の13日まで勧誘できません。でその後ですね、そのこの6ヶ月の期間にやっちゃってると当然ダメだし、その後もまた同じようにですねやるとさらに重い処分が下るっていうことになりますので、本当今アムウェイとかネットワークビジネス、これ何とも言いますか、アムウェイだけじゃないですよ、ネットワークビジネスをしてる人は全部に言えますから、消費者庁は本気で僕は動いたと思っていますので、ご注意いただきたいと思います。以上です。多くの国民が NHK 受信料を不払いすることによって NHK をぶっ壊す。